ごちゃごちゃ言わんと、誰が一番おもろいんか決めたらええや。まあおかげさまで全部満員で収めれたので、本当に良かったですね。初めての長期、まあ言ったリーグ戦という長期戦をやらさせてもらって不安だったんですけど、それがお客さんが本当にたくさん入ってくれて嬉しかったです。まあもちろん本戦の決勝もですけど、まあ今回その半年以上にわたったものの、まあ、ちょっとしたこうエキシビション的なのもこう入ってますので、そういう緊張と緩和をいろいろ楽しんでいただけたらっていうのと、あとやっぱりそのさっき見ました長期戦なので、その辺のこう各選手の流れとかを見ながらこう探りながら見ていただくとより楽しめるんではないかと思っております。もう15年前なので、本当にごちゃごちゃ言わんと誰が一番おもろいかを知るための、統一ルールの中で一体誰が面白いのかを知るという純粋な部分であります。やっぱまあ1回目ですかね。1回目はやっぱり思い出深いですし、あとはまあもちろんフリーツでやらせてもらったのも嬉しかったです。でもなんか印象残ってるのは、あと2回目の2008でのフリーツが思い出深いです。印象に残っていると、まあ、結構みんな印象残ってるんですけど、誰やろうな。意外と、この間ふと思ったのは、タムケンとコモと試合やってくれたなっていうの思い出して、そりゃ出てくれたわって思って、それはなんか、ここ最近で僕一番印象深かったですね。はい。12月3日にダイナマイト関西 2014DVD が発売されます。8時間を超える、まあ超大作なんですけども、十分楽しめると思うので、ぜひ皆さん買ってください。よろしくお願いします。